小笠原光雄はセリエ A に挑戦した際、少し前に柳沢敦史もプレーしていたため、冗談で柳沢らと呼ばれた。小笠原光雄は小学生時代に木村和史のビデオを見すぎて、ビデオテープが擦り切れた。小笠原光雄は2008年の柏戦で左膝靭帯を損傷したが、そのまま10分間試合に出ていた。小笠原光雄の靭帯損傷は全治10ヶ月だったが、5ヶ月程度で試合に復帰した。小笠原光雄は相手チームのファウルを取らない審判に、俺にもファウルを取るなよと威圧した。小笠原光雄は2006年のフィンランド戦で57メートルの日本代表最長ロングシュートを決めた。小笠原光雄のスパイクに黒が多い理由は、他の色だ溶ける瞬間に気が散るから。